タイソンチャンネルで僕らは育った。タイソンチャンネルの子供たちだ。はい、タイソンチャンネル、タイソンチャンネル始まるぞ。パラッパラパラッパラララララ、はい、始まりました。タイソンチャンネルの子供たち、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。今日のテーマは、今日のテーマは入れ墨についてです。うん、おー、入れ墨。うん、まあ、うん、特に顔面の入れ墨。うん、そうだね、増えたよね。そう、俺はちょっと今増えたんだけど。うんうん、そうだね。ね、うん。まあ俺はかっこいいと思ってるからやってる。いやいや、かっこいいと思うよ。そうそうそう。うん、まあまあ賛否あるんだけど、うん、なんかね、わけわかんないコメント来たんだよ。うん。なんか気持ちが弱いから、うん、心が弱いからそうやって。うん、顔とかに入れて、いやそんなことない、なんつうの、威嚇じゃないけど、うん、弱いだから心の弱さの裏返しで、うん、みたいなことを書き込むバカがいいんだけど、うん、何それって、うん、俺は普通に好きで、まあ、ファッションじゃないけど、もう今さ、ね、今もう タトゥーってもうファッションみたいなもん、うん、ファッションだよ ね俺らの昔の時代のさ、うん、俺らのガキの頃ってさ、うん、完全な不良しか入れてないけどさ、うんうん、今ってもう、歌でも書いたけど、うんうん、ファッションの一つじゃん。そうだね。そう、だからそういう、まあファッション感覚で俺は入れてるんだけどさ、うんうん、それをああどこで言ってくるバグがいるけど、うん、別におめえに関係ねえし、うん、あ、そう、あと、なんか顔面に入れ墨入れて、なんかもう心配になってくるので、もうやめてくださいとか、なんか余計なお世話なんだけど別におめえの人生じゃねえだろそうだよ、ほっときゃ俺の人生なんだからよ。そうだ、そう、関係ねえだろって別に、うん、そうそう、なんだ心の弱い弱さの裏返しとか意味が分かんねえ、うん、まあ兄弟も全身入ってるからね、うん、まあ顔はちょっと涙、あのね、そうあれ入ってるけど、うん、でも、うん、あれだな、なんて言うんだろう、うん、別に、うん、全身入ってようが、うん、顔面入ってようが、うん、別に、じゃあそんな俺もほら、うん、批判するやついいんじゃん、うん、うん、ああいうのもうどうかなと思うけどね、うんうん、あと日本は入れ墨の文化に対して遅れすぎ、ちょっと、うんうん、本当に、うん、いい加減にさ、だってさっき、うん、さっきから歌舞伎町とか歩いてるけどさ、外人とかすごいじゃん、うん、そうや、例えば、うん、あれはもう普通だから世界的にね、うん、日本は本当ちょっとね、そうやね、 あまりにも差別化しすぎ、うん、そうや、うん、そうそうそう、差別あるね、あるよ、うんうん、やっぱり、うん、で俺ら全身入ってて俺らが言うのもなんだけど、今真っさらの人がいて入れてない人がいたら、うん、入れるのはやめた方がいいと思いますよ。あ、まあね、うん、日本に生きてて、うん、いいことはない、うん、あのデメリットしかないから、うん、まあ、説得力ないけどね、うん、でも今もし入れたいとか悩んでる人がいたら、うん、もう一回よく考えて、うん、一生消えないもんだから基本的にね、うん、プールも行けないしさ、温泉も行けないしさ、うん、例えば遊園、俺だって俺遊園地も入らないんだよ俺、うん、地元は。そうなんだ、うん、それじゃあちょっとあれだね、で子供いるからさ、うん、じゃあ子供とじゃあ旅行行きました、で温泉入れませんとかさ、うん、そうだね、そう、うん、であと昔豊島園があったんだけどさ、うん、豊島園もうなくなったけど、うん、子供と豊島園行った時に、うん、遊びにね、うん、わざわざ行って、うん、そしたらダメで、ダメですって言われて、子供は楽しみにしてんじゃん、うん、子供はわーい、豊島園で遊べると思って行ったのに、うん、ダメですって言って、あ、面目ねえよね、ああ、本当に、あ、視聴者の皆さんすいません、もうすでに朝の9時で、あのウーロンハイ濃いめ飲みました、安定の、いいんだよ
よくないでしょ酒やめなさい、あなたは。そう、うん、豊かになるよ。豊かみたいになるね。いや、じゃあ体が心配じゃん。うん、別に飲むなとは言わねえけど、もう多分結構体きてると思うよ。うん、健康診断とかやったら多分ちょっと引っかかんじゃない、いろいろ。いや、肝臓は引っかかる。一緒でしょ。うん、肝臓は引っかかる。そうそうそう。だから俺今ね、飲むって言ったからやめろって止めたんだけど効かないんですよ。効きません。人の意見聞かないからな、基本的に。今ね、ちょっと曲作りしてるんですよ。うん、明日レコーディング入ってるんで。大丈夫？早いんでしょ、あれ。結構難しくはないけど、ピッチ早いからちょっと覚えてもらわないと。ん？これだっけ？そう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 、これでいいね。うん、と、もう一曲作るからね、後で。うん、そうそうそう。前回みたいに俺らシンジケートってクルーで 3MC で俺とチカラとあと俊水、うん、ね、で活動していくんで、うん、じゃんじゃんクラブ荒らしますよ。どしどし関係者の皆さん、そうですね、声かけてください。かけてください。出演するんで、はい、バンバン盛り上げて、うん、そうだね、そうだね、あ、なんだっけ、じゃあ入れ墨だね。そうそう、入れ墨は別に、でもね、これ以上は入れないから、うん、これ以上は入れません。入れないって、うん、ね、約束してください。そう、入れませんって。これ以上は入れない。顔面っていうか、もう全身もなんだけど、もう入れません。この前ね、一昨日かちょっとある人に怒られたんで、ある人にこっぴどく怒られたんで、もう画面はやめます。そうだ、ね、いや、いや、いるけどね、中にはもう目のとこしか残ってないですもんね。そう、やばいよね、あれはね、うん、あれはやばい、あれやばいやばい。名前出せないけどさ、兄弟が前その写真送ってくれたさ。そう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 、すごいじゃん。すごいよ。あれどうやって生きていくの？あれは俺も心配になるわ。本当に社会生活できないでしょ、あれも。まあ俺はね、自分で仕事やってるんで、まあ別に会社員とかじゃないから、うん、別にいいんだけど。なるほどね。うん、そうそうそう、だから、まあ入れ墨に関してはそんな感じですよ。まあそんな感じですか、今日は。うん、またちょっとね、後でちょっと面白い企画考えてるんで、ちょっとそれもし撮れればまた撮って更新しますんで、よろしくお願いします。うん、じゃあそんな感じでありがとうございました。うん、タイゾンチャンネルの子供たち。